まあ、そのあたり今回どういう戦い方をするかというのは一つ注目、はい、対する青のグローブ S&K ジム、おっと右1本入ったいきなりの右大橋選手からの解説ありましたけども早いですね早いですね、ダウンを取ってからもその距離を一気に詰めてパンチを繰り出す右2発目やばいこの第1ラウンド早くも2回目のダウン今はこう2回ダウン取ってあれですけど、はい、やっぱりこう8ラウンドあるんでね、はい、小林にとっては右強烈ガードの上からでも効いているかダウンそしてここでレフェリーが止めましたなんとなんと A 級初戦第1ラウンドで試合を決めてしまいました早いなボディーかな